いつになったら国作るんですか？多分無理です。こんにちは、はじめ社長です。僕今までいろんなホラー企画とかちょっと心霊系とか幽霊的な企画をやってきたんですけども、皆様が思う一番怖いシチュエーションってどんなシチュエーションですか？もちろん世の中にはいろんなお化け、妖怪、幽霊、呪い、様々なものがあるんですけれども、僕の経験上なんか映画とかホラー映画好きで結構見るんですけども、僕がいろいろ経験してきた中で多分僕が一番怖いであろうシチュエーションって、車で山道というかなんか山道をこう車で運転してる時に、運転してるこの道の先に白い服の女の人が立っている、それが一番怖いと思うんですよ。例えばサイドミラーで見たらいるんですけども、実際に見たらいなくなってたとか、なんかそういう怖い話僕見たことあるんですけども、やっぱりなんかこの白い服を着た髪の長い女性、僕の中ではそれがすごいどうしても怖いっていう印象があって、昔のお化けだと八尺様とか呼ばれていますけれども、普通の人間だとなかなかないような身長の大きさだったり、異常に肌が白かったりするという、今回はそのはじめ社長が描く最も怖いシチュエーションを山道で完全再現して、ビビリなターゲットたちに実際にホラー体験をしていただきたいと思います。では行こう。はい、というわけで現場に到着しました。割とね、結構有名な心霊スポットというかトンネルに来ております。よかったな、今日は仕掛け人で。ありがとうございます割と忠実に怖い状況を作りたいんで、ケンスケは今回ちょっとカメラとして回っていただきます。残念です。いや残念ですね本当に残念ですね。仕掛けたかった。クオリティ重視でいきたいから、マジでしっかりこの心霊スポット、トンネル付近でガチのヤバいセットをして、もう身長がめちゃくちゃでかい女の人を置いていきたいと思います。しっかりとその幽霊とかお化けセットしていきたいと思います。というわけでまずはちょっと場所を見ていこうか。はいはい、ここですね。うわ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 、これは雰囲気ありますね、かなり。いやあるね、これは。いやー、こーわ。なんとなくどこに配置するかとかの考えながら見ていきます。すごいね。え、ここ明治トンネルでしょ。明治トンネルに入る手前って感じですね。俺多分行ったことあるんだよな、普通に。多分あると思う。さすがになんかもう市内とか県内はもう大体行ってるんじゃないですか、ジョさん。あ、あるね、ほんとだ。はい、明治トンネル知ってる方も多いのではないでしょうか。明治トンネルって言われる、静岡でも結構有名な心霊スポットと言われている場所です。行きましょう。うーわ、こーわ。うわ、ああいうね、ああいうのも怖いよね、灯籠というか。なるほどね、オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます。はい、たくさんスタッフの方も来ていただいております。今回ガチです。はい、というわけで一応トンネルの中も見ていきましょうか。突然出てくるの大事だと思うじゃん、幽霊が。確かに。トンネルってさ、一本道だから、はい、ちょっとびっくりさせるには難しいかなと思っております。うんうん、うーわ、俺もう来たことあるわ。ガチで嫌だ、もうここ入りたくねえ。ここいたらやばいね。一旦ケンスケ、奥まで行ってみますか。マジ？え、おい、ついてこいって早くケンスケ、早く、無理、無理。いや、マジでこれ一回奥まで、一回奥まで、あれ、ロケハン、ロケハン、声の響き方がマジで怖い。一回奥まで行こう。まず、無理、まず、急いで。ね、無理、無理、無理、マジで。怖い、怖い、怖い。本当に怖い、もう書いてある。うわ、びっくりした。何何、ねえ、やめてよー、バカー。水落ちてきただけだったマジで怖い。やめて、ケイスケ、全身鳥肌立ったからいやちょっと一本道すぎて配置できないんだろうな。確かに。言うとしたらこういうとこじゃない。ここにさ、引っかかって置いてさ、でも見えそうだよね。いや、来る途中でバレちゃうっすね。今、声せんかった。おい、逃げるなって言ってやめてよ、もうめんどくさいからねえ、なんで置いてくの。というわけで、ちょっとトンネルの線はないっすね、今回。でも突然出てくるっていうのが難しいし、俺の怖い理想シチュエーションは運転中の道にいるっていうところだから、ちょっと今回トンネルはなしでいきます。はい、というわけで実際に心霊スポットに着いたので、ちょっと配置する場所を決めていきたいと思います。もうちょっと完璧に行きたい。そうですね、多分車でこう上がってくると、車のライト多分こっちに映るから、こことかですかね。ただここに今照明は立ててはいるんですけど、はいはいはい、立ててると遠くから割と、あ、照明あるなとか、 あと女性が立ってれば見える可能性もある。こことかかな、もしくは曲がった先に
はい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 、四角四角四角に立ってるぐらいだったら、はいはい、ここら辺に組めば急に出てきた感は出るかもしれない。確かに確かに。四角一回置いてみますか。一旦ちょっとこの辺で組んで。はい、はい、心霊スポットあるあるなんですけども、暗すぎて何も映らない、あるよね。よくよくありますね。照明とかしっかり置かせてもらって、確実に運転してるターゲットの目に入るように工夫したい。じゃあはい、お願いします。眩しい、眩しい、やば。多分抑えながらなんだろう、ちょっぴり。パッと見るとさ、街灯っぽく見える。はいはいはい。こことかどうですか、はい、ここどう、ここ絶対見えるっすね、そこは。まあ徐々に微修正していきましょう。今回ターゲット3人準備しているんで、女の人が乗るような脚立です。あ、来ました、よろしくお願いします。そもそも大きいよね、女性の方。何センチですか。82です。うわー、でかっ。それをさらに増すからね、お気をつけて。でも身長高いって怖いよね、あの人だとありえないぐらいの大きさになるから、これで。うわー、怖え。いやすごいな、これめちゃくちゃ怖えな。よかった、次は覚悟したけど。やばい、関節いっちゃってる系なんで、結構なんか首これぐらい前出しちゃうというか。うわー、やばい、夢で見たやつだ。いやすごっ。一回走ってみましょうか。じゃあ一回ちょっと車で走ってみます。じゃあ一回リハーサルするね。ケンスケはじめ社長役で、はい、俺じゃあターゲット役で、はい、どこ連れてくの、はじめさん。いや、なんかもうちょっともうすぐ行ってもらって、もうちょっとまっすぐっすか。もうちょっとあ、でもあんまり早く行くとここら辺の道危ないから、なるべくゆっくりめで行った方がいいかも。でもはじめさん、これ心霊スポットじゃないですかね。いや、もう全然大丈夫みたいな感じで見てみようかなみたいな回なんだけど。俺そんなテンション、このまますぐで、このまますぐで、うん、うわーこれ、いや、こーわー、こわっ。なんかね、今照明的にめっちゃ分かりやすかった。でもこれめっちゃいい感じに映れますよ。消えたんだけど、消えたんだけど今。怖っ。見た、あの、なんか分かるかな、お化けとか髪長い女の人の幽霊って髪がなんかゾワゾワしてるんですよ。分かる、ケンスケ。なんとなく、あのスカートとかなんかふわー、はいはいはい、髪の毛がサワサワサワみたいな、はいはいはい、感じを表現したいので、今回送風機も準備しております。万端だね、準備。今日はなるべく脅かしたいので。これサワサワ感見たいよ。見たい。おー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 おおお、どう。あ、微風だね。これ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 、この感じ、この感じ分かる。髪が逆立つ感じ、これを表現したかったんです、私。なるほど、まあ、なんとなくこれぐらいでいい気がするんで、ターゲット来る前にちょっと風でふわっとさせたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。すごい元気でいい声。お疲れ様でーす。まあ何と言わないですけど、今日すごいここなんか夜景が綺麗な場所で、はい、まあ心霊スポットとしても有名なんですけど。ほら。全然そんな怖いとかじゃなく、ギャラクシーの案件で、はいはいはい、めっちゃ暗いとこでも撮れるっていうことで、ちょっと上に素敵な景色と素敵な、いや、ちょっとこれ以上言えないですけど。なんで。一人ずつ案内するんで。いやこの上にあの明治トンネルと言われるめっちゃ怖いトンネルがあるんですけど、そこに入らなくていいです。なんかその手前とかにめっちゃ広い夜空が抜けてる広場みたいな場所があるんで、そこに行くだけで大丈夫です。こいつずっと車の中で心霊系やだなずっと言ってる。案件だからさすがにそういうのではない。確かにね、案件で心霊は絶対やらん、うん、大丈夫けど、ちょっとテンション上げすぎると困るんで、うん、フラットに来ていただけると、うん、一番ありがたいので、了解です、ね、はい、素敵な夜景見に行きましょう。イエーイ。ようやくんから行きましょうか。じゃあ、あ、もう来た。ありがとうございます。ありがとうございます。ようやくん行きましょう。お願いします。はい、じゃあ左の方で安全運転で行きます。はい、お願いします。全然ゆっくりでいいですよ。もうマジで綺麗なんで。ゆうくんは夜空とか好きですか。いや好きですけど、あんま見に行きゃしないっすよね。あの帰省して時に家族で行くぐらいですかね。はいはいはい。ここの城で大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、もう全然全然。急になんか出てこないですか。明治トンネルって書いてありますね。明治トンネル、心霊スポットなんですよね。うわー、びっくりした。うわー、びっくりした。いや、まだこれだけですねえ、もうほらね。
お、お疲れさん。お疲れ様です。お疲れ様です。なんでそんなもう弱気な感じで撮ってるの？松蔵怖いの苦手なの？無理ですね。無理か。松蔵怖いのダメなんだね。ちょっとこんな急に来たのやばいっすよ。確かに心霊スポット行ってる道ないな、あんまり。いや、行ったことないっすね。マジ？はい。それ今日初だね。帰りたい。さあ、近づいてきました。え、ちょ待って、ちょ待ってくださいって、ちょ待っ、怖っ。え、これ何？本当に怖い人はこういう感じになっちゃうのか。びっくりした、マジで。またぞこれだけだ。というわけで2人終わったんですけれども、最後のターゲット大地くんということで、ちょっとだけ改造したいです。お、今まで3つのこの横にいて曲がり角にいたんですけど、最後私がもう安全安心に運転しますので、道の真ん中に立っていただこうかと思っております。やばいよ、やばいよね。すいません、寒いと思うんですけど、最後なんでよろしくお願いします。お願いします。元気いっぱい今日も自分のやつを最後にお見舞いして泡吹かせたいと思います。伝わります？これ。この感じをぜひとも皆さんに伝えたい。この感じこそがホラーなんです。この逆立つ感じ。ターゲット最後思いっきり脅かしていきたいと思います。大地くんにはね、もう最高のスペシャル夜景ということで。お、ちょっとすいませんね、うん、花火とかの仕込みとかがちょっと。花火？いや、まだ、あ、やめちゃった、ごめん。マジかよ。じゃあ行きますね。はい。大地くん、明治トンネル来たことある？明治トンネルは行ったことあるような気がする。おお。通ったことある。あ、本当に？うん。かなり大丈夫かな。あれ？え？ごめんなさい、なんかついに、ああ、多分そこに。これ？これ回ってる？今。回ってる。一回止めて、もう一回つけてもらっていいですか？止める？もう一回つけて。一回止めてよ。一回止めて、もう一回そのまますぐつけてくれって。はい。つけた。ありがとう、ありがとう。びっくりした、何怖っ。どうですかこの大きさ。でかすぎでしょ。うわ怖い、待って、いい、もう近寄らんといて。怖い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 。見てこの風の感じ、本物かと思った、マジ。めちゃめちゃリアルじゃん。あ、待って、怖い、もうやだ。というわけで、大地さん、山道に出る白い大きい女性が一番怖い説でした。間違いないよ。だってどう見てもめちゃめちゃ怖いじゃん。でもめっちゃ怖いな。怖いよ、下から見た時に白いのが見えて、はいはいはい、え、何って見た瞬間でかいよ。怖っ。あ、大満足。はい、というわけでどうだったでしょうか。本当に僕が一番怖いと思っているシチュエーションでドッキリさせてもらったんですけども、いい感じにみんなビビってくれてめっちゃ良かったです。てかやっぱでかいのが怖いね。約3メートルの白いドレスを着た肌が白い女性がやっぱ立ってると相当怖かったみたいで、満足しました。今回の撮影ですね、夜にしたんですけども、やっぱ暗くて、なかなかスマホとかで動画撮るとき結構暗くて難しいんですけども、今回こちらの Galaxy S22 Ultra、こちらですね、マジですごいんですよ。ナイトグラフィーカメラって呼ばれる暗いところでもバチバチに映る、すごいカメラが搭載されておりまして、今回の撮影もかなりお世話になりました。実は車内から撮ってたカメラとか、外でも撮ってたカメラ、結構これ使っておりまして、めちゃくちゃ綺麗に映ってすげー助かりました。 YouTuber にも限らず外で綺麗に撮りたい人とかとてもおすすめです。そしてこちらさらにすごいのが S シリーズ初の S ペン内蔵モデルとなっております。今からお見せしましょう。これすごいのがここ押すとペンが出てきて、ペン出た瞬間そのまますぐメモ帳になるんですよ。これすごくないですか。メモしたい瞬間って多いんで、なかなかね、スマホからこうやってペン出てきて、そのままこうやってかけたりだとか、で、ビデオモードにしてですよ。これ、Bluetooth と繋がってて、ペンが。ボタンを押すと、録画できたりするんですよ。めっちゃ便利。シャッターとかも切れるんで、カメラで写真撮影するときも便利です。さらにお得なキャンペーンも実施しておりますので、動画の概要欄からチェックしてみてください。というわけで、また心霊的な怖い企画を思いついたらやってみたいと思います。じゃあな。